朝、何気なく箸やお茶碗を持とうとした瞬間、急に腕がビクッと動いて物を落としてしまう。こんなことが何度も続くと、気になりますよね。これは、思春期から20代の若い世代に多く見られる、若年性ミオクロニー転換かもしれません。突然の発作が、日常生活にどんな影響を与えるのか、そしてどう対処すればよいのか、詳しく見ていきましょう。では、診察室でのドクターと患者さんの会話を聞いてみましょう。先生、最近、朝起きた直後に腕が急にビクッと動くことが多くて、物を持ってるとそれを落としちゃうんです。これは何かの病気でしょうか？そうですね。あなたの話を聞いている限り、これは若年性ミオクロニー転換 JME の可能性が考えられます。特に朝起きた直後にそうした症状が現れる場合、 JME の典型的な症状の一つであるミオクローネス発作かもしれません。若年性ミオクロニー転換、それはどういう病気なんですか？JME は主に思春期から20代前半にかけて発症する転換の一種です。ミオクローネス発作といって、突然腕や手の筋肉がピクッと収縮するのが特徴です。あなたが言っているように、持っているものを落としてしまったり、時には投げ出してしまうこともありますね。そうなんです。特に朝起きたばかりの時によく箸やお茶碗を落としちゃって、これは大きな病気なんでしょうか？JME は日常生活に影響を与える可能性はありますが、適切な治療を受ければ発作をコントロールすることができます。また全般性強直肝体発作という全身が痙攣するタイプの発作や、数秒間意識がなくなる血心発作が起こることもあります。でもどうしてこんな症状が起こるんでしょうか？私は特に怪我をした覚えもないですし。 JME は主に遺伝的な要素が原因です。家族に転換の人がいる場合、JME を発症するリスクが高まります。脳内で異常な電気活動が起こり、それが筋肉に影響を与えて、ミオクローネス発作を引き起こすんです。そうなんですね。どうやってこの病気って診断されるんですか？まずは、病歴と症状を詳しく確認します。あなたの場合、特に朝にミオクローネス発作が起こるということで、JME の疑いが強いです。その後、脳波検査を行って、脳の電気活動を見ます。脳波に異常が見つかれば、JME の診断が確定します。診断がついたとして、どんな治療をするんですか？薬を飲む感じですか？そうですね。JME の治療は基本的に薬物療法が中心です。主に使われるのがバルプロ酸ナトリウムという薬で、ミオクローネス発作や他の発作にも効果的です。他にも、ベベチラセタムやラモトリニンという薬も使われることがありますね。それで発作は止まるんですか？はい。薬を適切に服用することで、発作はかなりコントロールできるようになります。ただし、治療のためには薬を毎日欠かさず飲むことが大事です。特に睡眠不足やストレス、アルコールは発作を誘発しやすいので、これらを避けるように生活習慣を見直すことも重要です。睡眠不足が発作の原因になるんですね。確かに最近夜更かししがちだったかもしれません。そうだったんですね。 JME の発作は睡眠不足が大きな引き金になります。規則正しい生活を心がけて、十分な睡眠をとるようにしてください。またアルコールも発作のリスクを高めるので、飲みすぎには注意が必要です。ストレスを減らすためにリラクゼーション法や軽い運動も効果的ですよ。確かに夜更かしをやめて生活習慣を整えることが大切なんですね。その通りです。規則正しい生活と薬物療法を組み合わせることで、発作の頻度を大幅に減らすことができますよ。わかりました。生活習慣も見直してみます。薬物治療を行った場合、これで発作が完全に治るんでしょうか？ JME は完治する病気ではないですが、適切な治療を続けることで、発作をほぼ完全に抑えることができます。多くの患者さんは、日常生活を支障なく送ることができるようになりますよ。ただ、長期間にわたる治療が必要になるので、定期的に病院で診察を受けて、状態をチェックしていきましょう。わかりました。先生、ありがとうございます。こちらこそ、何か気になることがあれば、いつでも相談してくださいね。発作が少しでも増えたり、体調が悪いと感じたら、早めに連絡をしてください。はい。よろしくお願いします。若年性ミオクロニー転換は、適切な治療と生活習慣の改善でコントロールできる病気です。もしも同じような症状がある方は、早めに専門医の診察を受けてください。あなたの健康を守るため、正しい知識と治療が大切です。今日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。